どうも、ベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本物を紹介していきます。それでは早速行きましょう。今日1月5日は何の日でしょうか 正解は初ゼリが行われる日なんです。そこで今回はその初ゼリにちなんで名古屋駅から徒歩圏内にあります本格的お寿司屋さんを皆さんに紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行きましょう。レッツゴーさて、今回紹介するお寿司屋さんが入っているのはこちら、名古屋駅から徒歩1分のところにあります寿司沢田さんです。 こちらのお店は2019年の2月の15日にオープンしました。某有名5つ星ホテル出身の熟練の職人さんが情熱を込めて握るお寿司屋さんです。店主自らが市場に出向き、厳選した魚介類を確かな腕と繊細な技術で上品に仕立て上げています。 こちらが沢田さんのランチメニューになります。この中でも今回は上握り税込み価格4980円をチョイスしました。一体どんなお寿司が出てくるんでしょうかさて、こちらが沢田さんの上握り寿司です。もう見た目からしてもとても美しく、もう一つ一つのネタが光り輝いているかのように見えます。 厳選された新鮮のネタはもちろん美味しいとは思うんですがそこに熟練の職人さんの技術が加わることによってどれだけ美味しさがパワーアップしているのか非常に楽しみです。お寿司以外にもこちらの赤だしのお味噌汁ですとかさらには茶碗蒸しも用意されています。そしてその上にありますのがあんきものポン酢あえです。どれも美味しそうです。まずはあんきものポン酢あえからいただいていきます。 あんこの旬は12月から2月なのでもうまさに今が旬です。なのでとても美味しかったです。それではいよいよお寿司をいただいていきます。まずはこちらの金目の炙りをいただいていきましょう。油の乗った金目を炙った香りがとても香ばしくてたまりません。これを醤油につけていただいていきます。もうこれはとても美味しいです。噛むごとにこの金目の炙られた香ばしさが鼻からスーッと抜けていく感じがたまりません。 続いてはこちらのもう身がプリプリとしているホタテをいただいていきますもう箸でつかむたんびにもプルプルさが伝わってくるこのホタテ醤油をつけていただいていきましょうもはや歯で噛むことが不要なほどとても柔らかくて美味しいホタテでございました続いてはこちらのヒラメをいただいていきたいと思いますヒラメもとても脂がのっていてもうまさに今が旬といった形ですね しっかりと醤油をつけていただいていきます。もうこれはですね、歯ごたえ十分でとても脂が乗っていて美味しいです。さて、お次はこちらの赤身本マグロをいただいていきましょう。もうこれは分厚く切られたこの本マグロとても美味しそうです。醤油をつけていただきましたけれども、こちらも同じく脂が乗っていてとても歯ごたえ十分なマグロでございました。 さて、ここで一旦お寿司は中断をして、この茶碗蒸しをいただいていきます。この茶碗蒸しもとても熱々なんですけれども、とても滑らかで美味しいんです。中に入っていたこちらのカシワもとても味が染み込んでいて美味しいです。キノコ類も入っていますし、蜜葉も入っていてとても美味しい茶碗蒸しでした。さて、お次はこちらの光り輝いているキラキラとしたこちらの味をいただいていきます。 アジの上には生姜が乗っていて刻んだネギもまぶされていますこれを一口いただきますとこの油ののった味とてもこの生姜ととてもマッチしていて美味しいですさてお次はこちらのイカを食べていきましょうイカには若干ですね塩を振っていただけると甘みがよりますというふうに言われていますさあこのイカに醤油をつけていただいていきましょうこのイカも歯ごたえがとても十分でとても美味しいイカでした 続いてはこちらのもういかにも身がプリプリとしたこのエビをいただいていきます。このエビもしっかりと醤油をつけていただいていきます。一口食べるとこの生のぬるっとした感じがとても良く、さらにはこのプリプリとした感じで歯ごたえがとてもいいエビでございました。 続いてはこちらの中トロをいただいていきます。もう光り輝いて、もう見ているだけで幸せな気分を味わうことができるこの中トロをしっかり醤油をつけていただいていきたいと思います。もうこの中トロを口の中に入れた瞬間にもうとろけます。もうたまらないです。もう言葉が出ません。とても感動しました。 残すところあと2貫になってしまいました。まずはこちらのウニからいただいていきます。もう光か輝いていて、もう食べるのがもったいないほどのウニでございます。さあ、醤油をつけて一口いただきました。もう濃厚なウニ。もうこれもまた磯の香りがしてとても美味しいです。さあ、最後はこちらの穴子をいただいていきましょう。もうタレがかかっているのでこのままいただいていきます。甘さが控えめなキリッとした穴子でしたけれど、とてもふっくる感があり美味しい穴子でした。 以上が寿司沢田さんのランチメニューである上握り寿司でございました。このクオリティでお値段が4980円であれば、もう満足間違いなしだと思います。ぜひ自分へのご褒美だったりとか誰かのお祝い事、さらには記念日に足を運んでみてください。 最後までご覧いただきありがとうございました。今後も美味しい日本のグルメなど多数日本物を紹介をしていきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、See you!